はい、望月凛です。今回はビジネス書から小説まで多岐にわたるジャンルで1000冊以上の著書を持つ作家の中谷明宏さんの書かれた「また会いたいと思われる人、二度目はないと思われる人」を解説していきます。この本は一言で言うと、また会いたいと思われる人になる方法を教えてくれるものだ。仕事やプライベートで一度会った人に二度目は会ってもらえなかったという経験はないか？ありますね。仕事ではしょっちゅうですし、プライベートでも頑張ってデートに誘った女の子がいたんですけど、二度目は食い気味に断られました。そうか、よっぽどしょうもないデートだったんだろうな。ひどい。まあそれはつまり、一度会った相手に二度目はないというジャッジをされたということだ。この本ではお前のように二度目はないと思われてしまう人と、また会いたいと思われる人の違いについて事例を踏まえて分かりやすく解説されている。今回の授業を受ければ、また会いたいと思われる人の行動や考え方を知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、一度目の出会いを大切にするだな。人との出会いというのは基本的に一度出会って、その後二度と出会わないか、そこから3度4度とお付き合いを続ける関係になるのかのどちらかだ。確かに。だからこそ、相手と関係を築きたいのであれば、また会いたいと思われる人にならなければならない。ふむふむ。だが多くの人が、一度会ってくれた人は当然二度目も会ってくれるだろうと油断して、一度目の出会いを大切にしない。だから一緒に仕事をしたいなと思っている相手に、また機会があればご一緒しましょうとか、何かあったらお仕事くださいとか言っちゃうわけだが、その機会やら何かというのは永遠にやってこないし、これはむしろもう二度と会わないフラグと言ってもいい。あー、俺めっちゃそれ言っちゃってます。確かに考えてみると、それでその相手から連絡あった試しなんてないですね。当然だな。また何かあればお願いしますなんていうのはモブキャラのセリフだ。ドラクエで言えばお前はすれ違った村人 A くらいの存在で、相手の記憶にすら残っていないだろう。村人 A。 特にビジネスでまた会いたいと思ってもらいたいなら、その人と会う前にちゃんと企画を用意しておいて、こういうことをあなたと一緒にやりたいんですって積極的にアプローチすべきだ。一度目からですか？そうだ。もしその人と会うチャンスが一度しかないって分かっていたら、その時に誘うしかないだろう。二度目があると思っているから、またそのうちみたいな適当なセリフが出てくるんだ。確かに。一度目の出会いから全力を出す人こそ、また会いたいと思ってもらえるんだ。次は、質問には具体的に答えようだな。たった一言の会話でも、また会いたいと思ってもらえるか、もう次はないなと思われるかが決まってくることがある。え、どういうことですか？例えば、ご出身はどちらですかと聞かれた時、一人は関東ですと答え、もう一人は浅草ですと答えたとする。関東ですと言われたら、もうそこから会話は盛り上がらない。確かにそんな気はしますけど、なんでなんでしょう。質問に対する答えを曖昧にぼかして答えるのは、相手に個人情報を教えたくないという心理的ブロックの表れだ。つまり、心を開いていませんよという合図だ。なるほど。確かになんか、それ以上は聞くなって言われてる気がしますもんね。仮に言っている本人にそんな気はなくても、深層心理ではそう思っていることが多く、相手にもそれが伝わってしまうんだ。面接などで、趣味はと聞かれて、映画鑑賞ですと答える人も心を開いていないので、そこから話が盛り上がらない。一方で、ジブリ映画が好きですとか、ハリウッドのアクション映画が好きですと具体的に答える人は心を開いているから、そこからどの作品が一番好きなのとか話も盛り上がるし、面接官にも親しみを持ってもらいやすい。具体的に答えることで、相手にぐっと入り込んでもらえるようになるんだ。おお、そうなのか。次は、話しかけられるのを待たないだな。いい出会いがないと言っている人の特徴として、いつも話しかけられるのを待っているというものがある。飲み会でも合コンでも、会社の懇親会やパーティーなどでは、自分の席にただじっと座り、誰か話しかけてくれないかなと待っているんだ。ゲクー。そして誰も話しかけてくれないから、自分の席でスマホをいじり出す。なんという俺。そういう人は出会いがないんじゃなくて、出会いの機会を無駄にしているだけだ。一流の人ほど自分から話しかける。一つ、松下幸之助さんのエピソードを紹介しよう。パナソニックを作った人ですね。うん。ある時、松下幸之助さんが京都駅から東京行きの新幹線に乗るためホームで待っていると、知人の20歳余り年下の大学教授とばったり出会った。私は東京まで行くんですよ、私は名古屋まで、というような立ち話をした後、二人は同じ新幹線の別々の車両に乗り込んだ。そしてその教授が、
目的地の名古屋駅で降りると、なぜかホームに東京へ向かうはずの松下幸之助さんがいた。教授が、あれ、松下さんも名古屋でしたかと尋ねると、松下さんは、いや、私は東京です、ただ先生に一言ご挨拶したいと思いホームに降りてまいりましたと言ったそうだ。え、わざわざ別れの挨拶をするためだけに新幹線を降りてきたってことですか？そうだ。その教授は降りる前に自分から挨拶に行かなかったことを恥じ、松下幸之助さんの謙虚さと誠実さに感服したそうだ。偉い人なのにすげえ。そういう人だからこそ多くの人からまた会いたいと思ってもらえて、人脈に恵まれ成功したのだろう。誰も話しかけてくれないよといじけてスマホを見ているようではダメだってことだ。そうか、よし、俺も頑張って自分から話しかけるようにします。次はライバルの商品を紹介しようだな。また会いたいと思ってもらうのが重要なのは、お客さん相手の商売でも同じだ。もしお前が車を買うとして、 A 社の車とライバルの B 社の車で迷っていたとする。ふむふむ。そして A 社では B 社の車なんて全然ダメですよ、断然我が社の車がおすすめですと言われ、 B 社では安全性能では我が社の車が、燃費性能は A 社の車の方がいいですねと言われたとする。お前はどっちから買いたい？それなら B 社ですね。 A 社みたいにライバルの悪口言っちゃってるの聞くと、ただ相手を悪く言って自分の商品売りつけたいだけだろって思っちゃって信用できませんね。それに B 社の店員さんの方が車に詳しそうだし、親身になってくれる気がします。実は多くのお客さんにとっては、何を買うか誰から買うかが重要なんだ。例えばレストランで食事をするにしても、ディズニーランドに遊びに行くとしても、嫌な人と一緒に行くと台無しだろう。確かに、せっかく料理が美味しかったり夢の国が楽しくても、嫌な人と一緒だと嫌な思い出にしかなりませんね。そうだ、結局誰とというのが大切なんだ。親身になってライバル店の商品まで詳しく説明してくれるような店員さんなら、商品知識の面でも人柄の面でも信頼できるから、またこの人から買いたいと思ってもらえる。なるほど、ライバルの商品をけなすんじゃなくて、ちゃんと紹介した方が自社製品が売れるって面白いですね。次はめんどくさいことをやってあげようだな。また会いたくなる人というのは気配りができる。そして気配りというのは相手への思いやり、つまり相手がどうしたいのかを想像することだ。ふむふむ。例えば大阪から東京までどうやって行けばいいですかという質問があった時の答え方はいくつかある。新大阪から新幹線に乗ればすぐですよ、夜行バス使えば安いですよといった具合だ。まあそうですよね。この時気配りのできない人というのは、自分にとって一番いいと思っている方法を進めがちだが、気配りのできる人というのは相手の優先順位を想像する。優先順位ですか？ああ、お金はかかってもいいからゆったり座っていきたい、とにかく時間を短縮したい、一番お金がかからない方法でいきたいなど、優先したいことは人それぞれだ。ああ、確かにそうですね。お金がかかってもいいけど座っていきたいという人なら、座席指定ができるルートを案内してあげるという感じだ。なるほど。こういうちょっとした気配りができるかどうかで、会いたくなる人かそうでない人か分かれてくる。気配りができない人というのは、基本的に何も考えていないか面倒くさがっているかだ。そもそも相手の都合を考えもしない人は、当然気配りなどできないし、相手はこうされたら嬉しいだろうなということを想像できても、面倒くさいからいいやと実行しない人は多い。あー、なんか思い当たります。その面倒くさかっただろうなということをしてもらった時にこそ、感謝や感動が生まれ、この人にまた会いたいなと思ってもらえるんだ。あのジブリの宮崎駿監督も、世の中の大事なことって大抵めんどくさいんだよと言っている。おお、名言ですね。めんどくさいことをあえてやる精神が大切だぞ。次は大切な人と会うときはスマホを切るだな。例えばお前がこの人と絶対一緒に仕事したいという相手と、なんとかアポを取り付けて会うことができたとしよう。はい。そして相手が話をしてくれている時に、間が悪くお前のスマホからナインと音が鳴った。これでお前は失格だ。なんでスマホを切っておかなかったんだ。なんで俺、例え話の中の失敗で怒られてるんですか？まあ大切な人に会う前にはスマホの電源を切っておくか、サイレントにしておけという話だ。マナーモードでバイブにしとくだけじゃダメなんですか？ダメだ。会話中にいちいちカバンの中からブーブッブーと鳴ってみろ。お互いの集中力が途切れ、場がしらけてしまう。普段そんなにならないからと思っていても、こういう大事な時に限って友達や母親からどうでもいい面白 LINE スタンプ16
連発みたいなのが送られてくるものだ。あー、確かに経験あります。でもスマホがちょっと鳴るくらいで失格って大げさじゃないですか。バカ者、スマホが鳴るくらいでと思うかもしれないが、本当に問題なのはスマホが鳴ること自体ではなく、今この時間を大切にしようと思っていないことと、それが相手にも伝わってしまうということだ。ちなみにトイレに行くふりをしてこっそりスマホをチェックしているのもバレているぞ。ぎくー、これは仕事に限らずプライベートでも同じだ。お前と食事中の女子がチラチラスマホを見ていたり、トイレ行ってくるねと言ったきりなかなか帰ってこないのは、お前といる時間を大切だと思っていないからだ。あー、ものすごく納得しました。次は遅れてきた相手にはありがとうございますだな。また会いたいと思ってもらえるような人は、待ち合わせに相手が遅れてきた時の対応も違う。お前は相手が遅れてきて申し訳ありませんと謝ってきたら、なんて返事する？多分普通に大丈夫ですよって言いますね。まあそれも間違ってはいないだが、遅れてきた人は気まずいと思っているものだ。そこに大丈夫ですよと言われると、多めに見てもらうことで執行猶予を食らったような感覚になり、待たせてしまった相手に対して負債を背負ったような状態が続いていく。そうすると待たされた方は全然気にしていなくても、気まずいからあの人に会いにくいなと勝手に離れていくんだ。なるほど、確かに気まずい相手とは会いにくくなりますよね。じゃあ大丈夫じゃなくてなんて返すといいんですか？ああ、遅れてきた相手というのは実際忙しい中を急いで来てくれたケースが多い。だからこそ相手が遅れてきた時は、お忙しいところ急いで来てくださってありがとうございますと感謝の気持ちを述べるといい。そうすると相手は遅れて申し訳ないという負い目からも救われるし、この人は自分の忙しさを理解してくれる人だと信頼してもらえる。なるほど、確かに自分が遅れた時にそう言ってもらえると助かりますね。うん、飲み会の途中で帰る人にも、もう帰っちゃうんですかと文句を言うのではなく、忙しいのにわざわざ顔を出してくれてありがとうと言えるくらいの心の余裕を持つことで、気持ちのいい人だからまた会いたいなと思ってもらえるんだ。最後は出会いの貴重さに気づくだな。結局また会いたいと思われる人というのは、出会いの貴重さを理解しているんだ。出会いの貴重さですか？ああ、一期一会、つまり一生に一度きりかもしれないという精神で人と出会えるかどうかだ。どうせ次また会えるだろうとか考えているから、会いたい人にも会えなくなるし、また今度飲みに行こうぜとか言ったまま音信不通になり、一生会わずに終わる。わあ、そんな友達いますね。出会いというのは広大な砂漠で人と出会うのと同じだ。このチャンスを逃したら死ぬまでこの人と話す機会はないかも。そういう気持ちでいると、一つ一つの出会いを自然と大切にできるようになる。出会いがないと嘆いている人ほど、人との出会いの貴重さが分かっていないんだ。ビジネスでもプライベートでも、本当にその人とつながりたいのなら、初対面から一度きりのチャンスという気持ちで全力を出すべきだ。断られたらどうしようとか、次会った時に話してみようと思って受け身でいると、断られるまでもなく二度と会えなくなってしまうものだからな。確かにそうですね。考えてみれば、今までたくさんの人たちと出会ってきたのに、大してつながりが作れなかったのは、一つ一つの出会いを大切にしてこなかったからかもしれません。うむ、それに気づけたのなら、これからは出会いを大切にできるはずだ。まとめだな。一度目の出会いを大切にする。質問には具体的に答えよう。話しかけられるのを待たない。ライバルの商品を紹介しよう。めんどくさいことをやってあげよう。大切な人と会うときはスマホを切る。遅れてきた相手にはありがとうございます。出会いの貴重さに気づくだな。なんか今まで出会いを大切にしていなかったなーって反省しました。出会いがなかったんじゃなくて、出会いを生かせていなかったんだと思います。うん、これからは大切な人と会うときはスマホの電源を切って、相手と一緒にいる時間に集中しようと思います。ああ、それがいいな。特にお近づきになりたい相手と会うときは、一発勝負だと思って受け身にならず積極的に行動することだ。そうすれば二度三度と会ってもらえるようないい関係が築けるだろう。はい、また会いたいと思ってもらえるような人になれるよう頑張ります。ああ、それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。